これ何もしないですよね。今はしないです。はい、足も離したのも。これで、これ自動ですか？自動。通常の衛星測位ですと、まあ、最大の誤差が10メートルぐらい出てしまうということなので、やはり車線レベルの制御が不可能になってきます。それが、まあ、数センチレベルというのになってきます。でそれに加えて、まあ、高精度地図の精度も乗っかってくる、まあ、車線の中をきちんと維持できると、まあ、そういったことができるようになってきますので、まあ、従来の GPS とは全然違う、さまざまな状況に対していかに安全を担保してロバースのシステムを作っていくか、そこが、まあ、非常に重要なポイント。